年間1000本のテストを作る編集プロダクション、プラトゥーワンです。今回の動画は情報チームからです。どうぞ。今回も引き続きプラトゥーワンでどのような作業をしているのかご紹介します。今日はこちら DTP チームの作業内容を紹介します。DTP のチームリーダーに話を聞いてみましょう。こんにちは。はい、こんにちは。 DTP ではどのような作業をしているのですか。はい、編集家は作った言語、私の方でインデザインというソフトを使って、印刷物にしています。今どんな作業をしているか見せてもらえますか。はい、どうぞ。はい、今以下の図版を作っています。気をつけているところはどういうところですか。はい、子供たち分かりやすいように、心がけて作っています。例えば文字の休止とか線の太さとかそういうところを注意して作っています。ありがとうございます。今回は DTP チームの様子を紹介しました。次回は理科チームの様子をご紹介します。お楽しみに。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。